どうぞ。あーどうぞ。お誕生日おめでとうございます。まあいくつになったんですか？54か。まだアラフィフか。54歳ですね。54ね。まあまだ54でもね、うん、まあフォアグラばっか食って生きてるような言い方してますけど。いいね。55だな、山は。55でカツ丼がヒレに変わるかってですけど。確かにね。ロースからヒレじゃ。確かに。まあ54若いよ。そうだね。まだだってね、たまに焼きそばパン食いたくなるもんね。うわすごい。もうそういうなんか脂っこいもん絶対食べれないもんな。そっか、うん、それも辛いね。あとさ、あのカップ麺とかもう何年も食べてない。あ、そう、うん、うまいよ。もともと食べてんの、小田君？たまに食うよ。マジで？最近あればか食ってるよ、きつね丼部。ずいぶんなんか渋いね。オーソドックスなもん食べてんね。いや、それはやっぱりそうだよ。その昔からあったもん食っちゃうよ。今でもさ、うん、そういうなんかここ工夫されてる系あるの？なんか中華三昧になっちゃうみたいな高級なさ、カップラーメンとか出た時代があったじゃない、小田君。あったね、生麺あった、ね、命みたいな中華三昧みたいな。そう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 。いや、その新しいものに対してあんまり興味がないので、そのカップラーメンとかで昔からあるやつを言ってる。うん、どん兵衛だね。なるほど。カップラーメンか。あれうどんだけどね。うん、カップラーメンね、すごいね。カップラーメンも食うね。で、レトルトは？レトルトも食うね。随分あれだね、変わんないね。うん、ボンカレーとか食べてんの？いや、なんかカレー送ってくれたじゃん、P の人が。あ、送ってくれた、ね、あれとか全部食ったよ、ホテルカレー。へえ、リッチギだな。食うね。あと、あれ最近あれもよく食うよ、長谷のお茶漬け。まだほんと昭和ど真ん中行ってんね。いや、突然食いたくなっちゃってさ、この間一回食ったらさ、こんなもあったけど、中谷、うん、普通にお茶漬け、うん、へぇ、全然食べた。あ、そう、うまい。誕生日何やんの？誕生日ライブ。そう、あーそうだ、うん、じゃあみんなに祝ってもらうんだね。まあ、祝ってもらうのか、うん、ね、まあ祝ってくださいって感じでわざわざソフィーやるわけですよね。わざ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 お仕事ぶつけていくからね。いや、祝ってよって感じなんだからさ。いやー、っていう、振る舞うためってのはあるよ。いや、でもほっときは誰も相手してないんだからさ。あ、なるほど。自分からこうアピールしてかないと。なるほど、なるほど。皆さん、どうぞお願いしますみたいなさ。なるほどね、うん、選挙っぽくなってんだよ、もう。お、これはいいじゃないですか。この前の回で小太郎さんがアメリカンドッグを好きとおっしゃっておりましたが、私も大のアメリカンドッグ好きで、うん、一番ファインマンのアメリカンドッグが好きなんですが、時間があるときは店員さんにお願いしてその場であげてもらうこともあります。よろしければここ2ヶ月以内のアメリカンドッグの写真をお収めください。ファミマのが一番うまい。僕はセブンです。あ、やっぱ味が結構違うもんなんだ。衣が違わなきゃいけない。衣が違う。もう見てるだけで辛いでしょ。いいな、僕絶対食べれねえわ。で、上野浩二とかもよくリハーサル一緒にいた時に、うん、そろそろ行くかっつって、うん、アメリカンドッグを買いに行ってるんですけど。アメリカンドッグタイムがあるのね。で、いつも行くスタジオのそばにファミリーマートなんだよ。ああ、まあしょうがないかっつって、まあ、なるほど。セブン派としてはね。セブン派、みんなセブン派だから。なるほど。周りはそうか。でも美味しいよ、ファミマも。もちろん、まあ好みの問題だもんね、うん。だやっぱなんとなく最初に食ったのがセブンだったからね。ああ、そういうこと、ね、そのインパクトがあるんだろうね。なるほどね、うん、ファインマーは俺ファミチキが好きだからさ。ああ、そっか、ファミチキはうまいね。ちゃんとうまいね。へえ、そう、うん、なるほど。お世話になっております。どうも。先日同じタイトルでメールしました P ネーム P フロム沢です。お二人のご指摘通り、本文を書いているうちにタイトルの件をすっかり忘れてしまったヘジル野郎です。前回送信直後にミステイクに気づいたんですが、うん、どうせ読まれやしないだろうとそのまま放置していたら、まさかのメール採用で、はい、嬉しさと自らのうかつさに顔が真っ赤ですと。なるほど。さて、バンドマンの頭髪問題です。もう何年も前になりますが、うん、今はなきプリンスのインタビュー記事で、自分がハゲないのはエレキギターから出る電磁波の作用と抜かしておりました。へぇ、プリンスは前そばだけどないとも言い切れないと思いましたが、しかしそうするとドラマーはリーダーやマスコさんのようなハンドマイクのボーカリストはという疑問が残ります。うん、バンドマンを何十何百と見てきたお二人の見解をお聞かせていただけたらと思いますと。ほう、なるほどね。
プリンスはこれからハゲるかもしれなかったね。ああ、ハゲるのに行っちゃったってことか。確かにね。だって U2 のギターのエッジなんか最初からハゲっぽかったよね。そうだね。じゃあ関係ないじゃん。関係ないよ、うん、ね、絶対ピーター・フランプトンは綺麗になったよ。ピーター・フランプトンなんか本当あんな可愛い顔してたのにね。つるって言ったもんね。つるって言ったね。これゆで卵むくみたいに言ったもんね。でもピーター・フランプトンはズラかぶればよかったね。あ、似合うよね、ピーター・フランプトンはね。あ、そうですね。ピート・タウンゼントだってもうゆで卵って言われてるぐらいだからさ。ゆで卵だね。確かにね。ズルだよね。みんなゆでよ。みんなゆでよ。そんなゆではいないよ、ギタリストだよ、大君。電磁波でするって言うじゃないの。関係ないよね、電磁波とか。そうなんだろうね。まあ、本当怖いよね。我々急に来んのかな。急にじゃないと思うけど。あれ、孝太郎君、昨日まではあったのにみたいな感じになるの。そういう人もいるっぽいよね。マジかよ。円形とかは。ああ、それはだってストレスとかいろんなあれでしょ。それはあるけど、いや、ナチュラルの方。ナチュラルではそこはないんじゃない。だってほら、ストレスとかで来るのってまた生えてきたりするじゃん。そうね、うん、まあでも、ズラも覚悟だな。ズラも覚悟だな。ズラも覚悟のアリーナライブってこと。そうね。野外フェスは出れないけど無理だね。誰かあれだな、野外フェス絶対出ないっていう演歌歌手がいるって聞いたことあるな。飛ぶから。飛ぶから。やっぱいるんだよ、だから被ってんの結構。譜面だってあんなめくれちゃうんだからさ。そうだよ。孝太郎くんあれだよ、だからほらモンパチフェス出た時のさ、孝太郎くんとかやったら、加山さんの時のあんなギタリストがほら、そう、サダコになってあんなライブやったらもう飛ぶ飛ぶだよ、もう俺。あれはすごかったな。あれはすごかった。あれはすごかったね。あれはすごかった。よくやったと思って。ほんとだよね。譜面なんかもう固定してらんないでしょ。うん、そういう世界じゃないよね。そういう世界。罰ゲームだよ、もう俺。見てて、うん、その時マスコと隣で見たんで、いいこと言ったんでね、面白いのが見れるねって。もう強風でさ、もうシンバルが揺れてんだから風で。そうだよね、うん、それでもやったからな。加山さん日帰りしたもんな。あ、あなた帰ったの。帰ったね。すごいね、さすがだね。日帰りの若大将だ。もう最近日帰りできなくなってきたな。なんでくたびれちゃったよ。うん、疲れちゃって。昨日も11時間寝たもんな。よく寝れるね。ねえ、逆にダメだ、途中目が覚めちゃってもうそこから寝れない。いや、もう寝たな。年寄りだね。年寄り、ほんとダメ。まあマジでで、具合悪い。話したよ俺。どうもです。沿線ネーム、本蓮沼駅下車2分と申します。はい。土発店フラワーカンパニーズと武道館の際にお世話になったお返しに聞き始めたら、どの楽曲もガイダリクラスの名曲ばかり。いや、シャブなどをやらないコレクターズこそがワールドクラスと気づき、武道館コレクターの入会、ボックス購入、真夏の熊谷参戦、目沼町訪問、池24全部拝聴と新しい日々を過ごしている板橋在住 P です。はい。お二人はもう忘れてしまったかもしれませんが、清水町のクラスタジオの最寄り駅、板橋本町に座ったカフェベローチェが2月をもって閉店となりました。ええ、はい、あのシャナールだよね。そうそうそう、あのよくミーティングしたじゃん。白い買ったシャツに黒いエプロンの店員さんが何とも言えないサチュース感を出し、うんうん、長尾と無駄な時間を潰したカンナラ脇の思い出の店も、はい、その歴史に幕を下ろしました。終わったんだ。板橋本町駅付近には喫茶店が数店ありましたが、うん、お二人はご利用されたことあったんでしょうか。他のとこ行かないよね。もう我々シャノール行こうなんだけどね。シャノールだけ。なお東武東上線上板橋駅にはまだ喫茶店さんのシャノールがあり、うん、白いカッターシャツで綺麗だけどどこか良い意味で垢抜けていない美人さんを見に時々コーヒー飲みに行っています。終わるんだまだ、うん、写真がついてるね。でもあの板橋本町の方が良かったんだよ、ね、板橋本町のね、あそこはね、うん、コレクターズの数々のね、ミーティングに行われたんですよ。そこは伝説を生んだんだよね、うん、あそこで何話してたことか、あそこで俺もう行ったことしか覚えてない。
次ライブどうするんつってそんな話わざわざ喫茶店行って俺で知ったんだけど、いやあとはちょっとさ、ギターソロの時やっぱさ俺前出たらよくね、ああタマちゃんカウント入るの下手だよっつって、ロボットコードしたらすぐワンって入んなきゃダメだよとかさ、そういうこと言ってたんだ。ダメ出しみたいなことでゴテゴテ言ってたんだっけ。俺ゴテゴテ俺が入ればいいんだけど、なんか結構そんな真面目にやってたっけ。よくさ、曲タイトル言ったらタマちゃんもうすぐワンって入んなきゃダメだよとかさ、その時タマちゃんがムッとしてね、そんな急に入んないっつってメガネ開けるんだよ。そうそうそう、メガネ必ずもう落ちてるからね、こうやってね、もう興奮しちゃってメガネの真ん中押してね、そう、メニュー浮かぶわ。すごい散々そこでそういうやったんだっけ、そんな真面目な。真面目にやってたよ結構。次どうする、ジャムベーシアナでするみたいな、あ企画をね、そっか、それ全部シャノアール、あだからあんなに俺たちシャノアール言ってたのか。大塚のオレンジの時は、うん、ロビーでコーヒー飲めたじゃん。飲めた、だからロビーでやってたんですよそれを。あそっか、うん、なんで俺たち大塚行ったんだけど、あっなくなったんじゃないの。あ新しくするっつって、改装するっつって、ほんで、うん、スタジオ難民になって、あでなオレンジスタジオ小田君見つけてきたんだよね。タマちゃん、タマちゃんが見つけてきたの。うん、そうだよ。マジで。うん、あ、そうか、コウタイがスタジオミブ行ってたんだ。そうそうそう。でさ、うん、セカンドのプリプロ全部オレンジだよね。で、オレンジやった。ファーストの頃でどんなやつなの、岩瀬。ファーストか、あれがマットスタジオか。マットじゃないよ、コウタイくんだって。浅田さんの浅田事務所に入ってから、うん、マットだもん。だからファーストの、ファーストのさ、だって浅田さんとはレコーディングの途中で CD 読んで和田さんから振られて。そうだね、うん、どこで練習したの俺ら。やっぱり糸橋じゃないの。糸橋そんなことない。いやそりゃないよオレンジじゃないよ。オレンジないよね。オレンジじゃない、あ記憶ない、俺もないよ。糸橋だ、糸橋やった、糸橋だよ。じゃあなくなってなくて、だからやって、だってゴテゴテってミントサウンドの音は全部板橋で撮ったんだもん。そうそう、板橋はスタジオ1個しかないからさ、うん、誰かが入ってるとダメだよ、オレンジ行ったんだよ。あそうだったっけ。俺たちはまだ板橋にいたかったんじゃん。そうで、オレンジもね、うん、あれだ思い出した、あのセカンドのプリプロもやったけどやった、ジャムのリハもやった、オレンジライブ前に。そうなんだ、やったよ全く思いません。やってたよ。そう、うん、まあ、また一つ思い出がなくなったなこれ。で帰りにそれでそのまま板橋飲みたりしたんだから。なんで板橋飲みたの、飲みに。タモちゃんが住んでたからだよ。あそうだ、うん、そうだそうだ、それで駅前で飲んでた。あそうだ、袋でその流れで。タモちゃんが住んでた。そうだそうだ、真面目にやってたんだ俺たち。出たよ。はじめまして、私は20年ほどコレクターズファンですが、はい、池袋24時は聞いていなくてすみません。いや別に、良いインターネット環境にないのです。あところで中一の娘がコレクターズにはメンバーカラーはないのかと言います。ジャニーズあたりの推しメンの決まった色のことを言っていますが、なるほど、もし決まっていたら公式サイトの方で教えてください。ほうほうほう、私は何色でもいいんですが、うん、マーブルは勘弁してください。お追伸、娘がメンバーの皆さん長生きしてくださいと申しております。年だからね、埼玉県東松山市の方ですね、はあ、まあそういうカラーはねロックバンドの場合ないんです ね、 あのね、昔あのカラーっていうバンドがいたんですけどそれ以来なくなってますね。なくなったね、うん、いたね、うん、懐かしい。だからそれ必要なの、小田君、その推しメンとかカラーとか。わかんないけど、そのさ、まず推しメンっていうフレーズがさ、ロックバンドとかにこう来てることが自体俺はすごく嫌なんですよ。俺もだって別に団体でやってるもんだからさ、うん、別に誰のファンって。アイドルとかっていうのはさ、別に推しメンっていう言葉はいいけど、うん、例えばイエローモンキーでさ、うん、ヒーセのファンだったらヒーセのファンでいいじゃない。いいよ、私の推しメンヒーセっていう言い方とかが嫌なのよねえ、うん、じゃあロビンいなくてもいいのかって話、うん、ていうかまあいいんだよ、ひたとめヒーセヒーセ好きで、ただそれを推しメンって言い方するのが俺はねすごく嫌なの。なるほどね、うん、まあすぐ廃れると思うけどね、またこういうのは言い方っていうのは、ね、言い方がね、うん、推しメンか、へえ。まあでも何でもこう団体でいると誰かその中から一番推したいやつを見つけたくなっちゃうんだろうね。いやだからそれはいいと思うんだよ。だから、うん、ね、ミシェルがいなかったら誰好きなのでいいじゃん。なるほどなるほど、ね、そこで推しメンという言葉を使ってほしくない。推しメンという言葉自体が嫌だってことだね。そうそう、使ってほしくない。なるほど、消去法で生きて言ってほしいね。そうなのね。だから俺ちょっと加藤さんだけはないなみたいなさ
まあそれはさ、別に勝手にやってくれればいいじゃん、だからさライブの帰りで居酒屋で勝手にやってくれればいいけど引き面、うん、もう高度な技だ、高度な技、引き面面白いね。ビザ面でいいんだよな、ビザ面、ビザ面いつも楽しく聞いてます、はい、セラです、はい、今日は先日熱中症になってしまったのでお二人にも気をつけていただきたくメールしました。タケノコ掘りに行ったんですが汗をかくほどの暑さでもない、うん、もちろんかかなかった、うん、夜になって頭痛、これは頭痛持ちの私にとってはいつものことなので、鎮痛剤を飲んで寝ましたが、朝になったら今度は起き上がれません。体に力が入らないし、昨日にも増しての頭痛、休日のため主人に救急外来に連れて行ってもらおうと熱中症との診断で、はい、すぐに点滴。なるほど。体はいくらか動くようになったものの治らない頭痛で、薬の処方をしてもらい自宅に帰宅と、すると夜から体に赤い発疹、体調が優れないままとりあえず寝て、翌朝病院に電話で発疹の旨を伝える、はい、他に副作用の出る薬を今服薬中のため何が原因なのか調べてもらい、昨日の薬はやめてくださいとの判断。すると急激に上がる熱、それはそうですよね、鎮痛剤イコール解熱剤ですから。40度超えするときにしか味わったことのない、寒気に襲われ、ガタガタ震える体を誰かがぎゅっと抱きしめて、大丈夫だから大丈夫だからと言ってくれる人が顔を上げてみると、それはリーダーでした。夢見てたんだ。頭が割れるほど痛いし、体がガタガタ震えてるし、うん、わけわからないけど嬉しいし、うん、これまたわけわからないけど頭の中には嘆きのルミオが鳴ってるし、うん、頭が痛いから音は勘弁してと思いながらも、こんな時でもやっぱりこれが大好きなんだなと思いながらの熱との戦いでした。お、その後も微熱と頭痛は1週間続き、点滴も2回しましたが、病院の先生には熱く感じない汗もかかない隠れ熱中症が一番怖いんだよ、そんなのあんの、下手したら死ぬよと、1日 4,5 回はトイレに行くくらいは水分を取らないとねとの指導。そういえばあの日は夜まで一度もトイレに行かなかったし、喉も渇かないから水分が足りなかったんでしょうね。熱中症も気をつけて、無理しても水分取ってライブをお願いします。なるほど、リーダー助けに来てくれてありがとうございました。いや言ってないけどね。熱中症、隠れ熱中症というのがあるんだね。そうですね、喉が渇かないから水飲まないと、頭痛なんだね。頭痛ね、水がよく飲むから、年寄りだから気をつけないとな。本当だよ、マジで。とにかくあれだよね、いろいろこう誤差が生じるね、階段登る時とかさ。ああ、体の今までやってたこととちょっと違う感じになる。そうそう、だから普通に登れてるつもりがさ、実はちょっと一線下になかったみたいな、熱まずくよね、こういうことがね、今怖い怒ってるってことでしょ、こういうことで怪我するのが一番バカバカしいと思うね。まあそうだね、実際そうなんだろうね。そう、昔上がってた足が2センチ低くなってるから、ね、そうそうなんだ、ね、だからこういうとこまで慎重にいかないとやっぱ一番怪我するとこだよこれ、多分そうだと思うわ。最もバカバカしいねだよね、こんな怪我は最もバカバカしい。ほんとそうだ。でもそういった意味で危険がたくさんあるじゃん、危険がいっぱいじゃない、いっぱいですよ、エスカレーターでもそうだし。そうなんだよ、だからちょっと今までもよりもゆっくり行動しなきゃダメなんだなこれ。そうそうそう、曲の電波も少しずつ落ちてるねこれ。いやいやカウント遅くしなきゃ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、はい、これだみたいな。ギター大丈夫、ギター大丈夫なの、ギター大丈夫なんだよね。マジかよ、武道館が最後の青春ミラーだったんじゃないの。いやすぐできないんじゃない、もう。あれでも70になってできる気がしないね。でしょ。あれ早いもんね、できるしないな。しかもディレイの音がさ、ね、後ろからさ、ディレイとセッションしてんだよ、あれ。そうね、追ってくるからさ、ここでこのね、聴覚も鈍ってきたらさ、手は鈍る、聴覚鈍るってなったら、何やってるかさっぱりわかんないでしょ。わかんないだろうな。一人シンセサイドだからね、あれ。本当そうだよ。そういうことですか。そうなんだよね。ギター教室。今回は相談があってメールしました。はい、私はあるギター教室に体験見学に行ってきました。うん、音符が読めなくても大丈夫という歌い文句に載せられました。はい、その時にこの生徒さんたちは高校生の頃からギターをやっているから
この教室に通ったからといってこのように上手くなるとは思わないでくださいと言われました。うん、何のための初心者コースかと思いましたが、何だろうな、いきなり釘刺されるか。その勢いで、その場の勢いで入会してしまいました。うん、家に帰ってからおばあさんは入会してくれるなという意味なのかなと悩んでいます。はい、私は現在45歳、うん、教室自体は数ヶ月先なので先生に直接尋ねることができません。うん、加藤さん、小太郎さんはどう思いますか。ご助言いただけると幸いです。うん、レイコさん、はい、ある種こう先生の言ってことは合ってるよね。中学高校ぐらいの時にギターってみんな始めるじゃん。うん、あの見よう見真似で、うん、でその時にもなんか向き不向きみたいなのがあるじゃん、そういう状況って。うん、でその時のにうまかったとか筋のいい良かったやつが、うん、一回それギターが上手くなるとさ、うん、ずっと上手いよね。まあ、そうだね。で変な話、経験値が上がるから、うん、いろんなことができるようになってるように思えるんだけど、実はその3年間ぐらいでこうなんていうの、得た技術力がもう 99% ぐらいな気がする。うん、それ俺のね、作曲もそうなんだよ。俺高校の時に曲作ってる、その作り方と、うん、今の作り方がほぼ一緒なの。うん、ただ今までの経験値でこんなコードはこういう風にすると多少広がりがあるよぐらいなことを勉強してくるんだけど、うん、最初ギターを持ってさあ曲作るぞ始まったというか、もうこれ高校1年生の時ともほぼ変わらないからね。うん、なるほどね。だから先生の言うようにその頃にこう勉強してこう得た技術をある年齢になってからやっても同じようにはできないんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、そう、あとは多分そのクレーマーもいっぱいいると思うんですよ。クレーマー、うん、うまくなんないじゃない、3ヶ月やったのにみたいな。ああなるほどね。うん、だから多分もしかしたらその最初に断りを入れるという。あ、なるほど。あね、教室自体 の、 その姿勢かもしれないし、その先生のがあるかもしれない。一旦お断りを入れて、うん、実際あると思うよ、あの全然うまくならないじゃんってこう言われた通りやってんのにみたいな。そう言われましてもって感じだけどね。そうだね。うん、まあ、ただその高校生みたいにうまくならなかったとしても、うん、やっぱり楽器を弾くってのは楽しいからね。いや楽しいよ、それやった方がいい。自分なりのできる範囲がどんどん広がっていけばいいんじゃないかなと思うよ。まあ、あの悪の天使のイントロぐらいはできるようになりますから。じゃあ、うん、じゃあ、まあ、うん、青春未来はできないね。あれはまだちょっと時間かかるね。いや、まあどこまでどうなりたいかっていうのもあるよね。うん、でもね、うん、じゃあやるなって意味じゃないと思うね。全然、なんかやった方がいい。やった方がいいと思いますよ。うんうん、あのボケ防止にもなるからね。確かに指こうやってよく言うよね。うん、俺だってもう寝たきり老人になってもさ、ギター持たせたら上手かったってかっこいいじゃん。いいよね。いいよね。大田君がいくらかちょっとボケちゃったんだけど、ちょっとストラテキャスター触らしてみるよってすっげーもそうそうレイラーとかレイって誰だよねって聞いたらね、大田君これ何って言ったら、いや知らないってそうそうそう、クラフトンなんだけどみたいな。ありえるよね。ありえる、ありえる。俺が記憶喪失になった時もね、そうギター見たことないけど弾けんだよね。そう、持った瞬間にね、なんで弾けんだこんなもんみたいな。自分でもびっくりした。そうそうそう。それが愛しのヨーロッパだったらいいね。でーでーでー泣くねみんな。そこで哀愁のヨーロッパ。ダンシングオールナイトがいいね。いいね。それ大体年が過ぎてきてる。年が大体過ぎてきてる。そうだね。そう書かれるでしょ、長所に。そう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 。ギターを持たせたらダンシングオールナイトのソロを弾いた。わかるんかい。わかんない。それで一応ルビーの指輪とかもう流してみて、そら弾けるだろ。みんな弾けたよ。で大体年齢は50、60。そう。わかるんだ、大体。ね。そう、ミスチルぐらいは急に弾けないんだ。そうそう、弾けない。急にね、弾かしたら何の反応もなくて、もう何もない、面白いね。もうちょっと市役所までも放送できるもんね。うん、もう50から60代のね、そうそうそう、長身のなんか哀愁のヨーロッパと何とか弾けるご存知の方いらっしゃいますか。息子がね、親父だよ、親父だよっつって、迎え行かなきゃっつって、うん、ねそういう時代来るかもしんないよね。わかんないよ。クワトロマンスリーチョーのコレクターズですが、はい、リーダーのゴーグルズのトリビュートアルバムリリースパーティー、
6月27日うん、これ控えておりますね。一曲しか歌えません。一曲しか歌えません。うん、それはじゃあ今あの暗黙のうちに、うん、それを理解して来いっていうことですね。そうだからもう来てちょっとしか出ないとか言われてもね。そう後からガーガー言われてもそうですね。俺一曲しか歌わねえよってもう最初から言ってこないとね。まあそうでしょうね。うん、じゃあそれを皆さん分かった上で、はい、全員一曲しか歌う。はい。6月30日北海道北見オニオンホールというところで、桃和弘 with 上野浩二、そこにゲストで、私が出ます、はい、出る。なぜなら次の日に7月1日にですね、うん、キングオルスターズがフェスに出るので、はいはい、私も北見にいるからですね。なるほどね。いるなら出てよってことになるんです。なるほど。北海道だしね。そう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 。ですね、今年も、新の三日古市小太郎桑原和之がオハラブレイクに出ます。8月の3から5の間ですね、うん、これのどっかで出るでしょう。なんとなく私は2日間いるような予感がしないではありませんね。あ、そう。まあ、詳しくは各自お願いします。はい。このポッドキャストはですね、スタジオ M 文字の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロード、写真館もありますし、アーカイブもこちらにあります。もうシーズン7はですね、長いのでパンク寸前という。そう、森内さんのサーバーがもうアップアップですから今。だ、事情によってはですね、先行に8になる可能性がある。先行8はちょっといいんじゃないかな。まあ、なるべく粘りたいところではありますがね。パンク寸前までいけば。はい、はい。毎週水曜日更新です。はい。Pメールもお願いします。ぶくろ24@gmail.com こちらまでお願いします。はい。じゃあまあ来週、はい、ドゥザダウンロード、ドゥザダウンロード、池袋こさで24時。